中プリバインと通常のノートとの比較。中プリバインとは東京都北区にある有限会社中村印刷所が制作したノートの商品名である。開いた時に中央部分が水平になることから水平開きノートと名付けられている。2016年おじいちゃんのノートとして話題になった。中村印刷所が2014年10月に販売を開始した。通常のノートは開いた時に 中央部分が膨らんでしまうが、本ノートでは180度水平に開く。そのため、見開きにページを1枚のノートとして使用することができる。また、コピーを取るときに中央部分に影が映ることもない。この利点は、ノート本紙と表紙とをつなぐ接着剤を工夫したことによって生み出されている。本ノートでは、粘土の異なる2種類の接着剤を使用し、 最初に粘土の低い接着剤を塗っている。こうすることで接着剤層の断性、柔軟性が向上し、それに伴って各ページの自由度が増して水平に開けるようになったと考えられている。中プリバイン製造の概略、特許5743,362号の請求項1及び図面より作成。本ノートの製造方法は中村印刷所が 出願人となり2014年11月27日に特許出願がなされ2015年5月15日に特許574万3362号として登録されている特許の請求項1を参考に製造方法の一例を概略として示す表紙材に2本の筋または折り目を入れる表紙材を2本の筋または 折り目のうちの一本の部分で折り曲げて二つに折り、折り目を本文用紙の側面に揃えて重ねる。表紙材の折り目と本文側面に第一の接着剤を塗る。第一の接着剤が乾いたら、その上からより粘度の高い第二の接着剤を塗る。表紙材で本文をくるんでノートの形としてから、背面を押し当てた状態で乾燥させる。重ね合わせ、接着の工程は、 中村印刷所の社員による手作業である。1日あたり300冊を生産していたが、2016年に注目を集めるようになってからは1000冊に増やした。その後、契約先の製本会社でも制作するようになった。紙を正確に揃えて、重ねるには修行が必要で、これまで4から5人の職人が挫折してきたという。中村印刷所は1938年に、 創業した印刷会社であったが、印刷業界の社用化に伴い、2010年から2011年頃にかけて経営状態が悪化していった。そこで社長の中村テルは再起をかけて付加価値のあるオリジナル商品の販売に取り組むことを決めた。そしてその頃、会社を畳むことにしていた製本会社の経営者を社員として呼び寄せ、二人で オリジナルノートの開発を始めた。2013年、中村印刷所は東京都北区の産業店に出店し、旅行の思い出帳、都電ノートといったオリジナルノートを展示した。これらのノート自体は会場であまり話題を呼ばなかったが、その中でノートを手に取った来客の一人が、ノートは真ん中が膨らむから書きにくいと話して立ち去っていった。 それを聞いた社長の中村はノートとはそういうものだと思ったが元製本会社の社員は手作業で手間はかかるが真ん中が膨らまないノートは作れると言ったこの言葉に興味を持った社長の中村はよそが真似できないうちだけのノートを作ろうと決意し二人で水平開きノートの開発に取り組むことにした開発にあたっては 最適な接着剤を見つけ出すのが最大の課題でホームセンターなどで数十種類の接着剤を入手してそれらを組み合わせて試験を繰り返したそして2年にわたる開発期間の末水平に開き強度にも優れたノートを作り出すことに成功した2014年11月には特許も出願し早期審査請求制度を利用して2015年5月に 登録となった。2015年8月には、東京都のトライアル発注認定制度にも選ばれた。販売は2014年10月から始め、2015年に、このノートは中村プリンティングバインダーの略称で、中プリバインと名付けられた。自らのつてや、中小企業新興公社からの紹介を頼りに、50から60社を回ったが、取扱先は思うように増えなかった。 展示会にも出品し、そこで商品の良さが理解され購入されることもあった。しかし、そこから販路が拡大することはなかった。大量の発注依頼もあったが、その後に大幅な商品価格の値下げを要求されたこともあって、契約には至らず、結局2015年の年末には8000冊の在庫が積み上がった。社長の中村は土地を売って田舎に引っ越すことも考えていた。 2016年1月1日、元製本会社の社員は、なかなか販売数の伸びないノートに対し、使ってもらえば良さが分かってもらえると思い、新年の挨拶に来ていた専門学校生の孫に、友達にあげてくれとノートを手渡した。孫は、周りには使う人がいないだろうが、ツイッター上での知り合いの絵描きには需要があるかもしれないと思い、その場でノートの写真を撮り、 ツイッターで、うちのおじいちゃんノートの特許取ってた、宣伝費用がないから宣伝できないみたい。ツイッターの力を借りる。などとツイートし、ノートを紹介した。このツイートは大きな反響を呼び、リツイート数は3万を超え、購入を希望する声が多数寄せられた。商品を販売していた通販サイトではすぐに在庫切れとなった。また、 中村印刷所の公式サイトへのアクセス数は、それまで4千数百だったのが、その日のうちに10万を超えた。中村社長はその日初詣に行っており、帰宅後、知り合いの中小企業診断士からかかってきた電話で、この騒動を知った。そして1月3日以降になると、注文の電話が会社に殺到し、さらに商品を求めた客が店に次々と押しかける、事態になった。また、 テレビや雑誌の取材依頼もあった。突然の変化に中村は当時の状況をとにかく怖かった、喜びよりも怒りの感情の方が強かったと語っている。ノートの注文は2から3日で3万部を超え、通販サイトにおいてもアマゾンのノート部門でのランキング1位となり、ヨドバシドットコムの文房具、オフィス用品のランキングでも1位となった。積み上がっていた店の在庫はなくなり、 しばらくは品切れ状態となった。大量の注文に対応するため、会社は生産部数を増やし、社長と従業員は朝から深夜まで制作に追われるようになった。それでも手が回らなくなったため、二つ折りの用紙を外部発注に切り替えた。会社は創業以来最高の売上げを達成し、3月、4月の売上げは前年同月比6倍に達したが、 外注先の選定や、費用の交渉をする余裕がなかったため、ほとんど利益は出なかったという。夏近くになると余裕ができ、利益率も上向くようになった。中村印刷所は、技術の継承のため、東京都の多摩地区にある製本会社と契約を結び、2016年に、同社の工場でのノート制作を開始した。 社長の中村は2016年の取材で本ノートの技術を受け継ぐ会社が現れ、一人でも多くの人にノートが使われることを願っていると語った。ジャポニカ学習帳で知られる昭和ノートの開発担当者はこの記事を読み、中村印刷所との提携を申し入れた。そして数度にわたる話し合いの結果、2016年6月30日、中村印刷所と昭和ノートは、 小学生向けの水平開きノートを製造、販売する契約を結んだ。昭和ノートでは、同年秋口から実証研究を始め、2017年春の商品化を目指すと発表した。開発にあたっては、大量生産するノートの品質を安定させるのに、時間を要し、中村印刷所は、昭和ノートの試作品に対して2回 NG を出した。 2017年に商品が完成し、昭和ノートは同年11月13日に本ノートを水平開きノートの名称で販売すると発表した。2019年1月、中村社長がツイッターのアカウントを取得。商品紹介だけにとどまらず自らの日常なども投稿して人気を集めている。本ノートに関する特許は、 ノートの製法に関する方法特許であり、水平に開けるノート自体はすでに存在していた。その中で、本ノートが大きな話題となったのは、製品としての魅力の他に、下町にある小さな会社が新しい技術を駆使して製品が生まれたという物語性があったためだという見解がある。加えて、ツイッターの内容が祖父を応援したいというものであり、 製品の特徴が分かりやすかったことから、善意の輪という形での情報拡散がなされたと考えられている。話題のきっかけとなった社員の孫は、ノート自体が良かったのと、使いたい。って方のたくさんの声で実現したものだと思っています。私は架け橋になっただけ、広めてくださった方々には感謝の気持ちでいっぱいですと語っている。 社長の中村は、このノートが生まれたのは、崖っぷちの状況で、マーケティングする余裕もなく、ただ自分が欲しいと思う商品なら売れると信じた、結果だと語っている。また、商品を購入した客からは、電話や手紙、払い込み取り扱い表の通信欄などで、感謝の言葉が述べられていることがあり、それに対して、喜びを見せている。今後の展望として、さらに量産化を進めて、 ノートを安価に提供できるようにし、多くの子供たちがこの書きやすいノートを使って勉強するようになってほしいと述べている。ありがとうございます。